スケボードポップモンスターキーパート18、18回、前回はしてのクリアできたんやけども、エンディング見てたら、ね、まあまあ、一回、お疲れ様でしたね、切った後に、ちょっと見るかと思ったら、止まるって、まさか。で、付け直したら、なんと、前々回のレベル上げ、その前に戻って、なんで、もうちょっと、こんな感じになってます。一応ね、してるのはクリアしてないけど、レベルはみんな全体的に下がってるっていう感じで、まあそんな感じです。今回は、どうするかな、とりあえず博士、宇津木博士に話しかけに行くというか、宇津木博士のところを見に行くっていうのがまず一つ。これでやっと関東地方、地方、上都地方に行けるわけやな。船、ね、アサギシティ、あれここやったっけ。で、もう一応エンディングを迎えたんで、回復の数とケスの使える数は1回復、まあ22回かな、おそらく間違ってなければ22回です。学習装置をミニ竜に持たせたので、ミニ竜を鍛えつつ、ある程度の年齢じゃねえ、ある程度のレベルまでいったら、そのよくそこそこやったら挑戦しますが、はい、ある程度までいったら、まあ、主力になってくれるんじゃないかなと思います。今回は船を降りて、ちょっとチラッと見に行く、チラッと見るくらいの感じでいいのかなと思います。サンドバー、サンドバー。全然、あんなふうに高いのかな。水で行った方がよかったな。ちょっと待って、弱い感じのやつを取ってたけど、そうでもないんだ。クラスのプレインドです。全体的にレベルが低いんで、どこからここか。
並びの双子はあれか、あの2対2のバトル、そんなあったっけ、キングで2対2、いや、ダブルスみたいな、あったかな、ルビーサバイアかな、ルパン、ルパン、判明パンチ、どっち、電流のアイアン、アイアンテールを発生させて、ちょっと違うの変えるか、あんまり、あんまり光る姿は見ないと、アイアンテール、出口はなさそう、こっちしかない道は、さっき言ったところでいかにも俺を組む
しかしサボっていたわけじゃない。誰も部屋、誰もいない部屋だった。いや、こいつか。一人かな、ちなみに船乗りというのを俺が探さなあかん。なんですか。へ、へいじゃん。ちょっとやけど20ってレベル何度でレベル上がるやろ。分かってない。でもこんなことかさ、食べ残しとかで買った気がするけど違ったな。食べ残しがあるとしても出すの誰や。ありがとう、仕事をサボらないようにしっかりクリアさせてみた。どうやって行きます。不明をしちゃいました。あ、男の子、女子ジャグラージョン男の人か、なんか女の人だったワイヤードなんで行くの。雷パンチ、あ、雷パンチもいますね。強くなる原子色でしょ。ほう10万ボルトに変えたら、うん、いや違う違うな、そうでもないのかな。
ないことをやられてしまったかな。それがやられてから2代目だったわ。用意することなく、まあ、2代目の下も手に入れてるとだけ。何がビームまでするか、サイドにかちょっと欲しいかなと思ってましたけど、何に誰に行くかっていうと、サイドってフラッシュ覚えるかな。フラッシュで上切りぐらいかなと思ってます。さらにとっても好きかなと思ってましたけど、ちょっとよくわからへんで、ミニ竜の怪獣みたいなのを入れたいと思いますよね。オーハス、スワーブなしで、まあ、ありっちゃいな。あれ違うな、女の子ない、もう女の子ない、俺が探してる女の子だった。この子か、ピクニックバルバナナ、アザーが来ました、ありがとうございます。これもショテルホルモン、装置がついてるんで、ミニ竜、まあ、あったんだ。船長さん、私と遊んで、妻がまた遊びたい。姉ちゃん、私と遊んでたよって、姉ちゃんが心配してる。じゃあ、私早く姉ちゃん。サイ君だった。クヤサイ君だったか。あれ、マグロと遊んでくれたそうだな。ありがとう、私からもお礼。それもしよかったら、これをもらってくれないか。メタルコート。私今回最初だけは乗れるっていう。関東の地面に強い鳥が集まって、特にジムリーダーは強敵、簡単には勝てない。それにカビコンがおる。懐かしいな。どうすっかな。チームに行ってみる。ゴリ押し、電流の
雷に雷をつけてて、ジャックとかはないんやけど、まあ、そこはいいでしょう。ダダンダンダダダダン。
75とかかな。え、そしたら迫力どれぐらい、どれぐらいやろ。どうしよう、ピカチュウもちょっと欲しいっちゃ欲しい。電流今回は無理で、ちょっと叩きつける。俺が兄さん、しかもコスの長男、俺が兄さんだったら、その話はいいとして、なんとか、本能パンチで、逃げ込みパンチ。ちなみに、電流の PP が消えたら、消せるのがいかへん。私の逃げパンチっていうのを残したままで、
買うためのお金はあんたが良さそう。血ならしで戦後で回復とかもしてるけど、水とかもいらんことはないのか。そのまま
63、しかも電車とかもあるよ、ダッシュ。あれ発電所の事故は解決するので通行禁止。発電所こっから行けるのかな。上都から来たのか、リニアが動けばすぐ上都に帰れる。最高気にすマジや。いやー全然覚えてなかったけど、すごい。まあまあそんな感じで、今日はクラウシデパート中シルフカンパニー、シルフカンパニーが上げてないですね。もう喋る特に何かすることなければ、この街散策したら、次に行ってしまおうかなというふうに思いますね。あの人だったソリエさんとチームチームチーム、ほーん気合いの始まり。そしてこれは俺がもしかして探し求めていた気絶しないことがある。先生の爪、気合の始まり。先生の爪をギャラとする、あのコロはこっちで見ましていいのか、おう死ねんすとか、うん、気も大事です。じゃあジム